では、愉快な男を呼びたいと思います。若手ナンバーワンの、身長と、その独特のユーモアセンスでみんなを魅了してやまないこの男、宮野守。いやいい、すごい、ちょっと、もう一回言って。すごい、うそ、聞き惚れちゃった。マジで呼び寄れやす呼び寄れやす呼び寄れやすって、これどっしゃっつってね、すごいよかった。ビビラっつって、すごいよかったけど、はい、めっちゃ透けとる。嘘、いやこれ言うほど透け、透けてる、すっげよく、あすごいなこれ、すっげすけやん。いや透けてる透けてるとは思ってたけどここまで透けてるとは思いませんでした。いやセクシーセクシーね。ありがとうございます。セクシー、おー出た出た、やるマモちゃん、やる、え、いいよ。あれマモちゃん抜かれてるじゃん。あ、俺も抜かれてるね。はい、よかったよかったね。でね、俺普段から、なかなかこう、まあ兄弟のようだと言われてる我々ですけれどもね、まだ一つだけね、そっくりって言われてるね、そっくりって言われてるね、内臓の作りとかすごい似てるって言われてるブラッドタイプとかね。そうだね、ブラッドタイプとか、右脳と左脳の位置がよく似てるよく似てるって。まあそれはいいんですが、これだけ、よく楽屋から話をしてるにもかかわらず、我々、メルワードをまだ交換してないこれ赤外線で送信するの得意なんだよね、結構。ああそうなんだ、もうなんなら出ちゃってるから。そうなんだ、うん、じゃあさ俺受信するよ。マジで本当に、うん、いや、うん、仲良くなっとこう。これすいません皆さん、なんか公共の場で本当に晴れて、これでマモちゃんと、うん、送るよ。あのね僕ここ、嘘、俺ねここ吸って吸って吸ってね、なんつって、すいません、行きまーす。赤いの見える、赤いの見える、来た来た来たよ。ありがとうマモちゃん、登録しました。いやすいません、あとでメール送っときます。わかった、じゃあマモちゃんこれから歌う最中のメール送るから。あ、わかった、持っとく持っとく。いや、なんかみんなあいつ携帯持って歌ってると思うから持っといて俺携帯持って歌ってんだからね、実際ね。ここの膨らみに気づいた方も多いかと思いますけどね、持っといてください。持っときます、はい、じゃあ責任持って、みんなは切ってねみんなはね切ってね、うん、はい、どうも、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。後でね、後でね、ありがとうございました。バイバイ。